こんにちは、アイロンドライクマンデーズです、ボーカルのユウです。ギターの長寿です。ベースのケンジです。ドラムのシュウキです。よろしくお願いします。まあ、EP って多分 なかなか聞き馴染みのない方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、シングルよりも曲数が多くて、アルバムよりもちょっとコンパクトなそんな1枚なんですけども、まあ、今回僕らは初めて初挑戦ということで、こう一つのテーマを、まあ、夏ってサマーというシンプルなテーマに向けてこう曲作りをした、こうなんていうんですか、コンセプトミニ EP みたいな、と、なんか今までのアルバムの中から1曲ずつ夏曲をこうチョイスしたこともあって、まあある意味ベスト版みたいな、そんな一面になってます。そうですね、まあいろんな夏のシチュエーションを多分想像できるように、一つ一つそのまあ音の選び方だったりっていうのを、なんかそのシチュエーションによって結構合わせていったみたいなところがあるんで、なんか特にあの1曲目の On My Way という曲とかは、夏に野外とかで演奏した時にみんなで歌えるようにシンガーロングなセクションがあったりとか、イントロから盛り上げられるようにギターはなんかちょっとキラキラしたアルペジオのフレーズがあったりとか、あとドラムがどこ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 ちょっとトライバルみたいな感じで叩いてることによって、すごい前に進んでいくような楽曲に仕上がってると思うし、他の曲もなんか例えば2曲目の Shape of Love だったり横乗りで、例えば彼女とドライブ、これからどっか行くって時にドライブに聴いてもらえば最高だし、まあ、プリンスって曲は一人でね浸りながら多分ドライブして聴けるような、そういういろんな曲になってると思うんで、なんかそうですね、いろんな多分シチュエーションでなんか楽しんでもらえたらすごいいいなっていう一枚になりましたね。全部が全部ってわけじゃないんですけど、まあ、改めて作って夏聴いてたらすごい夏に合うなって改めて思った曲は入れましたね、うんうん、なんか僕らのその作る曲代表曲みたいなのが割と夏っぽい曲が多いみたいで、だから今回そのサマーっていうコンセプトでやれたのもなんかこう一つの区切りとしてもいいかなと思って、はい。もうこのバンドすごい変わってまして、もともと僕今ボーカルをやってるんですけど、このバンドの原型となるバンドのマネージャーをやっていて、まあ、僕が昔からこう遊んでいたというか同級生が作ったバンドがこうメンバーが入れ替わる中で、ドラムの周期とベースのケンジがその時のリーダーに誘われて入って、はい、でボーカルがもう入れ替えようってことになって、僕がその無理やり誘われて結構渋々仕方なく初め入ったのがきっかけで、で言い出しっぺだったその彼がいなくなっちゃったんで、3人でとギターどうしようってことで探し当てたのが長寿、うん、っていうので、なんか4人でこうこの4人になって初めて I don't like my days としてやろうかってなんかなったっていうのがきっかけです。はい。そうなので、やっぱりそのもともと同じ音楽性が好きだから集まったバンドでもなければ、幼馴染の集まりでもないんで、でも集まってみたらどういうのやろうかって、なんかこの4人だったらできる気がするなっていうのは多分それぞれみんな思ってて、でも音楽性がまるっきりバラバラ、好きな音楽というかルーツになった音楽がバラバラだったんで、それをこう集めて整理するのがすごい大変でしたね。でも今はそのバラバラなルーツの4人が共通して好きだと思えるものっていうのをこう僕らの I don't like Mondays のこう軸となってるんで、だからある意味こうジャンルを超えた曲が多いかなと思ってます。マイブームですよね。ちょっと前から車移動が増えて、でサービスエリアに着くたびにそのご当地の飲むヨーグルトを集めて飲んでたんですよ。でそれがあまりに毎回多かったんで、ちょっとこれをこうなんかただ飲んでるだけじゃもったいないと思って、こう写真を
毎回撮るようにして集めたら結構集まってきて暗でもねすごい密かな楽しみ、ちょくちょく飲んでるのは気づいてるよ。でもやっぱそうあれにあげればいいじゃん SNS とかに。それ一人でムンムンしてるの、じゃもうちょっとためたら、ね、でもそれ一気に出されても迷惑だよ。まあね、タイムラインがね使えないで、ね、使えないでいいですけど、そのやっぱサービスエリアとかに行くたびに楽しみがあるって確かに全然違うって確かに、うん、充実してるのは なんか集めたらなるほど。なんかないですか、ファイブとか。まあ、僕は割とだから朝起きてすぐに壁に向かってこう開脚をするのが好きで、あ健康志向、はい、健康志向っていうか、まあなんか気持ちいいんですよ。皆さんぜひおすすめそうですね、マイブームというか、あの、まあ、海外ドラマ結構みんな見るんですけど、僕なんか今プリズンブレイクにすごいハマってて、なんでかというとそのシーズン5が、まあ、最近出始めて、まあ、今完結したんですけど、見てみて一番面白くて、でなんか2話ぐらいまで見たときに、あこれもう一回ちゃんと全部見直してからもう一回流れで見なきゃダメだなと思って、結構1週間半ぐらいでシーズン1からシーズン5まで全部見切りましたってぐらいハマってます今めちゃくちゃ。そうですね、僕はあのこの、まあ、今この巷でも流行っているハンドスピナーってやつを、別にブームってほどでもないんですけど、ずっと回してるよね、ずっと回してる、くるくる回すっていうだけですなんですけど、これが最近の好きなんだね好きなんだ好きなんだねその顔で言われても好きなんだね、はい、はい、ありがとうございます、そんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、僕のあの道頓堀周辺のあの感じはなんか今まで僕あんまり、結構このバンドになって大阪来ることが多くなって、それまでってあんまり来たことがなかったんで、あなんかこんな日本にもこう都会というか別の空気のある都会があるんだなって改めて感じてます。いいよね、うん、すごいいい。僕中学の時に友達と夜行バスで USJ に遊び行ったんですよ。その時に南千葉のパン屋にいたお姉さんが可愛すぎてですっごいいい接客をしてくれたの、もう超笑顔で、うん、まあまあもう俺ら当時ガキだったから、うん、だけどまだ僕鳥取出身なんですよ。でその田舎でそういう女の子とそういう機会がない、抵抗がない時代はもうなんてすごいいいとこなんだ大阪って思って、そっから南千葉好きですね大阪ね、じゃあいっぱいあると思うんだけどな。でもアメリカ村とかも好きですよ、うん、割とだからもうツアーとかで あの辺泊まったりすることもあったりしたんですけど、うん、それまあ割と早く起きてこうちょっと買い物にフラッと行ったりリハの前にとかしてます。はい、お一人一問そうって感じだねこれで終わって僕たち6月に、ニュー EP サマーをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、こちらのサマーもう本当にねこの夏皆さんがいろんなところで楽しむ、そんな時に音もできる思い出の一枚になればいいなと思って制作しましたので、ぜひ皆さんこの曲たちいろんなね本当ドライブで聴く時もあれば友達と遊ぶ時もあれば恋人とデートする時とかでもいろんなところで使える曲が詰まっておりますので、皆さんぜひこの夏楽しんでください。以上アイロントライクマンデーズでした。